妖精さん、ナイス、増えなかったねって、呆られた、デコルテ、圧勝じゃんって、あ、この方、なんかあれかね、多分ね、アンチさんかな、アンチさんね、もうだってさ、無理だよね、那須さんがアンチですねって、そうですね、だってさ、向こう若いじゃないね、変装してわ、あの徘徊できるよ外をね、私は無理、もう限界があるね、外出られないね、そういうことできないね、そうなのよ、だからね、私ね、そんなにね、あのもう1は狙わない、狙わない、自分なりにやればいいね、無理、若い人に追っついていくってのは無理ね、だってね、よく慎吾が言うけどね、歩けねえよっちゃんがあの車椅子で、外に出れば、あると思うけど、それもできねえしねって慎吾がよく言うけどね、そう、自分なりでいいと思う、ありがとう皆さん、うさまるちゃん、まるちゃんこんにちはってね、梅ちゃんが、よせいさんは座って配信してるだけでもいいんですよって、ありがとう梅ちゃんありがとうね、嬉しいよ、うさまるちゃんが、みーさんこんにちは、暑いねってね、リリーちゃんがいつもありがとう、よせいさんこんにちはって、私はよせいさん応援してますって、ありがとうリリーちゃん、ずっと応援ありがとうね、嬉しいよ、嬉しい、いつもありがとう、天然素材さんがアンチさんへいちいち言うことですかって、性格悪いですよってね、アーさんが08さん1諦めたって、僕宣言、私1位取ろうと思わない、そこまで無理したくないもん、でもね、私をね、応援している方に申し訳ないと思うけど、でもね、私分かってるんです、デコルテさんはやっても0時過ぎて200減らないですよね、私は0時過ぎると250とかそんだけのナイス減っちゃうんです、減らなければデコルテさんに勝ってますよ、ナイスの数では勝ってますよ、減らされるから2位になるんです、わかりますね、デコルテさんはなんか減らされても20ぐらいって言ってました、20と200じゃえらい違いだよね、ね、そうにね、じゃあデコルトさんが毎日250減らされてみてください、私勝ちますよね、このアンチさんね、そういうこと分かってるんですかね、そうでしょ、いいんじゃない、私も本当にそう思いますよね、もうずっとさ1位取ってきたから、たまには譲らないと、申し訳ないよね、申し訳ないよね、皆さんね、そうだよね、そう思いますよね、本当頭にくるよね、よしえさんの年で毎日配信してるのがすごいですってね、総一郎さんありがとうございます、ありがとう、私なんで長時間やってるかっていうと、長時間やんないとさ、250も減らされりゃ長時間やらなくちゃだよね、なんで私ばっかりこんなに減らされるかなって、やってもやってもだもんね、そうだよね、だってさ、減らされなければデコルテさんをあれだよ、抜くよ、いつも1位だよ、毎日減らされてるからね、200いくつね、ね、それだけ私にね、皆さんに、あ、皆さんリスナーさんが私に応援していらっしゃってることですよね、だって引かれなければ私の方がね、リスナーさん応援してくれる方いっぱいいるわけですからね、そんな人をバカにするようなことを言うもんじゃないですよ、あなた、そう思いますよね。
ね、そうでしょ。じゃあデコルトさんが毎日250引かれてみなさいよ。ね、そうしたら敗北ですよ。人にそういうことを言わない方がいいですよ。ね、ね、私の方が応援してくれてる人の方が多いですから、リスナーさんみんないい人ばっかりですね。で、初コメの方もね、ずっと応援してくれる方もみんな一緒に協力してね、一生懸命私応援していただいてますよ。嬉しいことですよね。ありがとうね皆さん。こちらリンタン、ありがとう。ミンさん、ヨシエさん応援してますからね。はい、ありがとうね。ミンさん、天然素材さん、ヨシエさんかっこいいって、アンチにね、そう、なんと論法した笑うってね、そうですよね。デコルトさんに落ちたからって、なんでそこ、ここへ来てそういうことを言うの。それがもうアンチでしょね。そうだよね、向こうに落ちたからっつってここへ来て言う自体がアンチだよね。そうだよね。ね、うさまるちゃん、アンチはうんち、止める、止めろって、そうだよね。ふわっちゃんが、ふれふれよせさんって、デコルテさんの放送は楽しいからナイス増えるのは仕方ないねって、またここに、この人あれだっけ、アンチの人だっけ、まあ楽しいでしょうね。でもね、楽しいけど、あれだよね、あの若いからできるんだよね。私にやれたって無理ですよ、腰と足やられちゃって。たまに料理配信はやるけどね、きついんです私何するね。でもね、でもね、楽しいからっつったんだらね、じゃあ私は今まで1月から1位ずっと取ってきたのは何でしょうか。のんのんさん、教えていただけますね。で、のんのんさん、教えていただけます。そんなに楽しかったら向こうがずっと1位取れるわけですよね。1月からずっと私1位取ってきましたね。そう、楽しかったら今までずっと1位取れるわけですよね。私のリスナーさんはね、皆さん本当に私を応援してくれてね、私はあれですよ、減らされても減らされても1位を取ってましたね。本当そうだよ、言ってること間違ってる。まちゃこちゃんが、ちょっと仕事でないからよろしくお願いします、ちょっと仕事で行かないから。あ、ありがとうまちゃこちゃん、仕事の前ご苦労さんね、いつもありがとう。こんな暑いから体に気をつけてね、まちゃこちゃんね、いつもありがとうね。涙が出るよ。ね。ありがとう、まちゃこちゃん。ね。